はい、どうもゆうたです。今回も今年もちょっとご報告があります。はい、去年と同じなんですけど、今シーズンに向けてのちょっと、タイムの目標ですね、狙ってるタイムなどの、ご報告になります。まあ早速じゃあつくばから行こうか。つくば線の方から、去年が39秒383っていうタイムで、まあ仕様とかにしてはちょっと振るわないタイムであったので、まあ去年の状態でも38は入っててもおかしくないかなと思ってて、でまあ原因はまあギア比の選択と、あとは最終ラインの、ライン、最終コーナーのラインかですね。そこだけでもコンマ5ぐらい違うのも判明したので、まあギア比とあとラインもうそこだけで多分結構伸びると思うんで、で一応ね、まあ目標なんで、まあそのタイムにかなわなくても、まあそれに近いタイムが出ればいいかなと思ってるんで、今シーズンの目標は37秒999と、38秒じゃなくて、もう37ってね、やっぱ7がつくだけでだいぶ印象違うんで、そこはなんとか37秒台入れたいなとは思ってますが、まあ現実38秒1とか2ぐらいなんじゃないかなとは思ってます。はい。で、次がつくば2000。昨シーズンが1秒の683でした。つくばはね、結構得意なんで、もうほとんど多分ね、現状にしてはいっぱいいっぱいのタイムは出たんじゃないかなとは思うんですけど、まああと頑張ってもコンマ3ぐらいじゃないですかね、縮められたのは多分。で、うん、つくばは特に、まあダンロップだけだね、苦手なのは。それ以外は割と結構走れてる自信があるんで、つくばだけはね。はい。なんで、今シーズンのつくばの目標は、59秒999です。はい。踏ん切りは本当にしたいなと思ってます。いやでも本当にできるんじゃないかなと、自分でもちょっと思ってるんで、そこはちょっと頑張りたいと思ってます。はい。次は富士ですね。富士スピードウェイ。レーシングコースとショートコース両方あるんですけど、レーシングの方は59秒34いくつでしたね。はい。で、これも、まあ、夏走ってるタイムで、3年ぶりとかぐらいで走ってポンと出たタイムなんで、で、一応ね、タラレバの話するものはあれなんですけど、タラレバで普通に57秒前半ぐらいは出てるので、まあ、冬になってね、だいぶ縮まると思うんで、それは、タイムは。で、この前一回走ってるんで、まあちょっと感覚が残ってるはずなので、まあ54秒台はね入ればいいかなとか思ってますけど、多分56秒台とか55秒台の方は多分2リッター純正タービンで多分見たことあると思うんですけど、54秒ってまだ多分いないと思うんで、2リッター純正タービンでは、まあそこをちょっと初の快挙を狙ってます。はい。まあ、富士は、うん、そうだね。まだ全然、そうだね。完璧に走れてないですけど、まあ、コーナーの感覚は全然あるんで、あと、ブレーキングポイントと、まあ、曲げるポイントさえ、ある程度走っちゃえば、まっすぐタイムポンと出るかなと思ってます。はい。で、富士ショートの方ですね。は、もう先日走ったばっかりで、32秒49で、まあね、あの S 字ってか裏の高速コーナーかなが苦手で、あと縁石の収まりも悪くて、最終もちょっとブレーキ微妙でっていう、まあ中間後半セクションは課題がいっぱいあって、前半セクションはまあそこそこ攻略ができて、まあタイムも少しずつ縮んではいたんで、ローガー上で、まあ31秒台は入れたいっす。31秒、まあ8とか7ぐらい出たらいいかなっていう感じですね。はい。
はい。で、次が本庄モーターパーク。本庄サーキットですね。が、42秒863。で、42秒真ん中前半ぐらい出そうと思ってたんですけど、朝2ぐらいでもうドラシャブローして、ドラシャ折れちゃって、その日一日中走れなかったんで、で、本庄に関してはすごいアンジュレーションが悪いんで、とてもトラクション側の方で跳ねてしまって、だいぶ加速のロスがあるのと、あとね、苦手なのが最終コーナーと、1部屋っていうのかな ?1 部屋ぐらいなんで、まあ、それ以外はそこそこいけんじゃないかなと思ってるんで、まあ、詰めるなら、セクター2ですね。はい。ちょうど1部屋がセクター2だけなんで、そこの攻略、そこさえうまく回れれば、今シーズンの目標は41秒5、真ん中とか、41は絶対入ると思うんですけど、まあ、うまくいって41秒真ん中かな、っていうぐらいですね。はい。で、次が、茂原サーキット、茂原ツインサーキットで、昨シーズンが48秒099。まあ、48秒、まあ、フラットだとして、茂原はね、ちょっとギア比が、微妙なところがあるのと、あとは遠赤をバンバン使うんで、ちょっとサスペンションのストロークが現状あまりないので、そこさえ解消できれば、もうちょいタイムは上がるはずです。で、まあそうだな、あとは、もうちょっとコースのライン幅を広く取って曲がれるかなとは思ってるんで、まあその辺ぐらいですかね、改善点は。で、まあ今シーズン、まあそういうサスとかのうまく噛み合えば、まあ、47秒通り越して46秒台、ギリギリ入るんじゃないかな。47秒は絶対入るんで、前半とかは。うまくいって46秒台入ればいいかなとか、思ってます。はい。で、次、ニコサキット。ニコサキットが昨シーズン38秒630。これはまあそこそこ自分の中でもまあいいタイムなんじゃないかなとは思ってます。で、まあそうだね。まあ、高速コーナーぐらいかな。課題としては。そこがちょっとアンダーなんで。それ以外はまあ大体うまくいってんじゃないかなと思います。なんで、まあ現状維持で高速コーナーだけ攻略できれば、まあ今シーズンとしては、まあ1秒ぐらい縮めたい。37秒5、真ん中ぐらいを目指してます。で、正直ギア比、まあ3と4しかつかないんですが、ちょっと3だと結構しんどい脱出の時があるので、今回ね、軽量化もして、だいぶ3速でも有利なギア比、車速ボトムになると思うんで、まあ、日光に関しては伸びしろしかないかなっていう感じです。で、結構うまく走れてる時のあの感覚っていうのも体にあるんで、うん、まあ、そのぐらい37秒真ん中ぐらいは出ていいんじゃないかなっていう目標です。はい。はい、次はね、東海地方飛んで、つくでサーキット。はい。作手じゃないよ。作り手でもないよ。つくでね。が、去年というか昨シーズンが30秒8かな。で、まあ、エンカルとか、雪ハーフエッドだったんで、30秒台でした。あの状態で30秒なんで、まあ、2、3秒縮むとは思うんですよね。うん。で、VAB でまず28秒台も多分いないと思うんで、ただ28秒は多分ポンって出ると思うんですよね。28秒台は真ん中ぐらいまでポンと。で、多分
頑張っちゃえば27秒9とかワンチャンあるんじゃないかなとか思ってるんで、まあ、ちょっとね、つくではまだ全然走攻略しきれてない感覚もあんまりないんで、まあ、そのぐらいちょっと目指したいと思います。はい、次が三浜サーキットですね、が、昨シーズン44秒366、はい、これもまあ一応 VAB レコードにはなるんですけど、一応ね、ただでも三浜ね、走っても思ったけど本当にうまく走れないで、しっくりこないし全然うまく走れてないで、44秒台、多分まあ去年の仕様でも43秒ギリギリ入るぐらいまでは多分出たと思うんですけど、なんといってもね、やっぱヘアピンが苦手なんで、ヘアピンとか、結構速度が落ちるコーナーが多くて、まあ、ジムカーナじゃないですけど、そういう感じのコースなので、とても苦手です。なので、まあ、ちょっと、そこをうまく克服すれば、まあ、2秒ぐらい、42秒真ん中ぐらいはいけるんじゃないかなと思ってるんで、今シーズンの目標ですね、そちらが。はい。という感じで、走ったことあるコースの目標はそんな感じです。で、あとはね、あれだ、スパ西浦とかね、東海の。あと、コータサーキットとか、あとはね、上の方行くとつくるまだとか、あとはスゴも走りたいし、そうだね、その辺を走りたい。あと袖ヶ浦もタイミングが合えばちょっと走りたいなと思ってます。そんなところかね。そんな感じでちょっとね、だいぶまあタイムだけで見ると結構早いタイムの数字に見えるんですが、まあそれなりの車にもなってきてるんで、まあそのぐらいのタイムは出るんじゃないかなと、出ないとおかしいんじゃないかなっていうような見解です。なんでまあ目標通りのタイム出せば、多分走るコース全部で VAB レコードっていうのは出ると思うんで、ちょっととりあえず関東はそうな目にさせていただきたいと思います。はい、そんな感じでちょっとね、僕のタイムもし期待してくれている人がいれば、多分数少ないと思うんですけど、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。で、今年こそはな、タイム、アタックつくば出れたらいいなと思ってるんで、はい、そんな感じのご報告動画でした。はい、